はい。MF ゴーストの話をいたします。今までもですね、トヨタの不正の話をしてきたんですけれども、まあ、それだけでも結構ですね、この MF ゴーストのアニメ化第2弾っていうのは結構厳しいんじゃないのかなと思ってましたが、まあ、トヨタにしてみれば予算的には大したことないんですが、そのコンプラとか世間的なものですね、それを鑑みると、まあ、割り、 ちょっと危うい感じがしてたんですが、まぁ、あ、今回のですね、この分身法、トヨタ秋夫さんに対する分身法がですね、割とプライベートなことでですね、それがですね、割と MF ゴーストに近いところ、というか、MF ゴーストのスポンサーの話にこうなっちゃってて、まぁ、瞬間分はそこまでね、話はね、書いてないんですよ。当たり前ですけどね。<laughs> なんですが、まあ、はっきり言うとガズーの話になってるんですよね。 で、まあこれがあんまり良くないんですよね。読んでるとですね。 これはまあ、えー、有料版の方なんで、詳しいことはお話ししませんが、えー、私も逆にざっくりとしか読んでないんで、まあその程度のお話をいたしますが、まあどうやらですね、えー、その文春法によるとですね、ガズーのですね、ガズーレディっていう、ね、方たちですね、その中の2013年ぐらいの話らしいんですが、その中の食べみかこ3 2のですね、食べみかこ32の,、ねえー、の30歳の方ですかね、 30代なのかな、なののか方を徴用したとということなんで,す、ね、で、さらにですね、その方がなんか若くしてお亡くなりになった後にですね、また、いわゆるまあ、差別用語でお茶組というものがあると思いますが、まあその方から社長秘書みたいな社長好き、 もうほとんどマネージャーケアマネージャーみたいな。なんかまあそういう位置ですね。に徴用したされた方がいるみたいな。その方は未だにえ出入りしているということなんですね。トヨタアキオさんっていうのは、まあ、トヨタの社長の息子さん、プラスえ、三井財閥のお母さんを持っていらっしゃるという風うに、この文春法ではね書かれてましてそのせいかですね。三井のトップである三井財閥が。 また日比谷ミッドタウンの最上階の方ですかねは実はトヨタの迎賓館になっているということですねなんでまあ秘密のエレベーターがあってですねまあ関係者しか行けなくてそこにはですねクラシックカーとかが置いてあるみたいなことなんですねまあそのトヨタの迎賓館というのはまあいろんなとこにあるわけなんですよねみんなタクシーの運転手さんも知らないんですが <laughs> なんとか迎賓館っていうのは結構あって で、その、空から、空からはね、見えますね。あの、グーグルの衛星写真とかではね、見れたりしますが、割と、身近にあったりしますと。とこ、ね、都心にあるとね、都心にいると。なんですが、その、ビルの中にあるんですね。ミッドタウンで、そこは三井財閥ですね。三井のすずちゃんとか、それからあれですね、高畑美月さんも三井なのかな。まあ、そんな感じですね。まあ、その、まあ、トップなんですよね。結局ね、自動車会社トップ、三井財閥のトップ。 であるトヨタアキオさんなんですが、まあ、トヨタアキオさんに言うたら、まあ、断れ、断れないですよね。まあ、いろんな意味でね、いろんなものがね。で、なんで、えまあ、今回、えトヨタアキオさんが、まあ、ガズーとトヨタアキオさんの関係はちょっと私は、 わからないんですが、まあ、肝入りだろうなっていうのはよくわかるわけですよね。ガズーで、まあ、ドライバーとして出たりしてるわけなんで、そのガズーがですね、MF ゴーストのアニメのメインスポンサーなんじゃ、スポンサーなんじゃないかなってね、アニメの CM を見るとそんな感じがしますよね。そしてまあ、今ですね、熱海ゴーストをこう、走ってる。 と思うんです。レースが始まったんですが、えー、そこで、えー、トップ走ってるのはスープラですよね。で、それを追いかけてるのが、えー、86ですよね。そしてルーキーで入ってきたのが桜の舞ちゃんも新しい86。これも森蔵ちゃんがですね、手こいでして作った車だろうとね、私は思ってるんですが、えー、トヨタ大活躍なんですよで。それに対してですね、まず日産 GTR、えー、かませ犬ですよね。<laughs> まあ、憎めないキャラで出てて、まだ ここまではまだ可愛いんですが、ホンダに至ってはですね、イニシャル D の時から、まあ、敵役ですね。その、シンゴくんとか、ガムテープデスマッチですね。それから、えー、東道塾ですね。です。NSX もイニシャル D 出てきたと思いますが、で、 MF ゴーストもシビック、c Type R、そして NSX も出てますね。まあコケにされる、車はいいんだけど、みたいなね、感じのポジションにこうなってて、まあちょっと GT-R とはキャラ付けが違うんですが、どう考えてもちょっとおかしいなっていうね、使われ方をこうしてまして、まあこの MF ゴースト、イニシャルディトヨタの意向がかなり強くなってて、 イニシャル D では、都市伝説ですが、この森蔵くんだと思うんですが、が、トヨタの車出せやってね。まあ、86はトヨタの車なんですけどっていう感じですけど、まあ、新しい車を出せっていうね、まあ、ことだと思うんですが、それがまあ、MF ゴーストにこう、ながっていってるんだろうなっていうね、感じがするんですね。まあ、だからガズーがですね、まさか分身法で撃たれるとは、 っていう、ね、えー、感じで。まあ、このガズーレディの方とかはですね、最近も私がずっと昔からこう、フォローしてる方とかもガズーレディ、そもそもおっかけからガズーレディになって、で、ガズーに入られた方がね、いらっしゃってて、森蔵んとの写真とかもすごくよく上げてらっしゃっててね、なんかね、下手な詮索されますよね、こういうことが起きますとね。えー、なんで、ちょっとなんか、 そっちの方面にね、行かなければいいかなと思うんですけれども、まあ MF ゴースト的にはですね、<laughs> まあトヨタは自分で、この分子法の中でも言ってましたけど、トヨタには物を言えない雰囲気があるんで、ってね、言うことがあるんで、まあ、マスコミとか週刊文集以外は取り上げないと思うんですよね。 なんで、えー、そんなに騒がれないし、マスコミが騒がないってことは世間も騒がない、えー、と思うんですけれども、まあこれルマンの件とかも全部そうですが、それ、そういう会社はどうなるかっていうと腐るってことですね。もう腐ってはいますよね。えー、なんで、まあとにかくですね、その腐った会社からですね、まあお金に色はつく、ついてないって言いますから、まあお金を引き出してですね、やりたい放題やるっていうのが、まあ MF ゴーストのね、醍醐味なのかなと。 思いますね。でも、まあ、割と、後方陰網が狭まってきたかな。ダイハツの不正もまだまだね、続いて少しずつですけど、トヨタの不正も暴かれていってるということですね。まあ、これがだからトヨタの目玉車種まで行くとですね、えら、ー、いこっちゃにこうなるわけですよね。えー、なんで、まあ、そこまでね、えー、行く前に逃げ切れるかなと。MF ゴーストも富士山が噴火する前に、ね、再噴火する前にですね、レースが終わるかなっていうような感じだと思います。